どうも、初めてのデカです。どうも、花尾でーす。キムです。どうも、初めて花尾でーす。ちょっと気にしてるんや、お入りすべて言わんかったこと。なんか、実はみんな欲してるということを聞いてね。はい、ということで、今回ですけども、はい、もうちょっと受験シーズンですね。受験シーズン本当に始まるよ。皆さん、受験シーズンどうでした？俺は結構もう余裕を持って臨んでました。私も結構余裕を持って臨んでました。余裕。視聴者の皆さんも文系理系いっぱいいらっしゃると思いますけど、ね、はい、理系とは絶対やった科目。あ、百葉箱。百葉箱ってあれやろ。百葉箱、なんかあのね、湿度とかあるから、ね、質綺麗。英語なんですよ。英語ね、まあ英語やってきました。英語なんですね、もちろん。必ず、はい、いややめてください。英語苦手なんですよ。あの、英語をもっと楽しく学びたいと、はいはい、まずそういうことがあるんで、持ってきた企画はですね、はい、洋楽の歌詞だけで英語の問題作って解いてみた。洋楽の歌詞です。歌詞だから実際にあった歌詞あるじゃないですか、はいはい、その英語を例えば長文とみなして問題を、歌詞とかって結構ポップに書かれてるから、うん、それと英語を掛け合わせたら楽しく英語が学べるんじゃないかと。あー、割とイノベーティブやな、それ。それ割とイノベーティブ、イノベーティブ起こしてんな、それでも。ただこれを、問題をもう、スン大先生が作っていただいて、作ってくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、反対ですよ、皆さん。いや、もちろん、だからやって、しかも旧阪大生ね、俺ら。ここ現役やから、5が一番高いはず。いや僕、天眼さんの皆さんならね、ならって言った瞬間、ああもう終わったと思ってますね。で、今回形式としては、はい、1回ごとに時間設定が決まってます。はいはい、はい、なんで大問1初めて行って6分とか7分ぐらい解いて、回収して採点して、で、次その後もう1回第2問始めって感じになります。なるほど、なるほど。で、今回ね、一番点数の低い方、はい、英語力皆無ということで、1週間 Twitter 日本語禁止でございます。なるほど。なるほど。なるほど。1週間英語禁止ね。ゴテゴテのやつ書こうかな。その時にリップ送る視聴者も日本語禁止です。なるほど、なるほどですね。はい、ぜひとも配慮していただけるとありがとうございます。はい、ということでね、今回の企画やっていきたいと思います。はい、はい、ということで、Make it to the movies! We are never acting for bit together. では、大問1始めます。時間設定は6分です。はい、よーい、結構6分。はい、マジか、マジか。なるほど。メアリー comes to me。 この曲は知ってるわ。日本語の意味を注意してください。 When I found myself in time。 しゃべってなかった。うるさい。 My mother。 英語全然できない。自分の英語力が低いのをボケでなんかごまかすみたいに、もう方向行き出してるもん。では終了でーす。はい、はい、なんかそのなんていうか、行間を読むみたいな人できひんからさ。いや、行間を、これでもマジで受験英語にはないことが書かれてるよ。起こりえへんことが起きてるよ。なんか抽象概念。はい、はい、じゃあ、はい、点数もポン、もうじゃあ回答返しますね。はい、はい。なるほど。キムさん、はい、25点中、はい、13点です。おお、耐えた耐えた。結構高くね。マジ。はい、で、デンガーさん、25点中、10点です。あ、え、結構高くない、お前ら。で、花尾さんが25点中、13点です。お、すげえ。ちょっと待って、なんで俺だけ低い。やった、やった。え、13、なんで一番下みんな合ってんの。いや、もう、もう分からんけど、瞬間分からんけど、これで合ってくる、これで合ってる。間違いない。問1の解説ですね。はい、なんとなくはまあ皆さん分かると思うんですけど、これ一番気をつけなくちゃいけないのが、マザー、メアリー、はい、これ、M が大文字じゃないですか。はい、これは固有名詞指してるんですよ。はい、確かに。っていうのと、これは誰を指すかっていうと、聖母マリアを指してますね。へぇー、そういうことなんや。そういう感じです。なるほど。へぇー。なんで、そこの訳をちゃんとできてない人は減点を食らっております。なるほど。ちなみにマコさんはなぜかできてました。なんで。なんで。なんで。俺、聖母マリアってことは、それ一番の謎やわ。レッド・イット・ビーは、まあ、まあ、ナスがままでいい、アリがままでいい。いや、俺でもこれ合ってると思う。結構、じゃあ意外と俺でもあるかもしれん。俺が書いた回答3点しかないけど、9点満点ない。いや、頼むのところがやっぱ頼むじゃないんすね。僕がトラブった時、母の目
母のマリーが私にアドバイス的な言葉をくれるけど、頼む、一人にさせて。違います。いや、違います。違います。弱体やん。それは解釈違いです。ええよ。でも俺でも問3、7点取ってるから。いや、みんな満点なんです、こう。それがちなみに他の選択肢なんて書いてあるの？これマザーメアリーハーザーカインドテレポデーションベリティ。それはないです、さすがに。まあないですね、さすがに。はい、え、違うっていうか文章中に書かれてないだけですからね。 ある可能性あります。でも次の中で正しいものを選びて本文と内容が一致するものと書いてある。はい、正しいですよ。ってことは一般論が書いてある。だからだってさ、しかも3番が答えで3番の答え本文に書いてないからです。書いてないです。ほんまに。だからこれだけ謎に本文するだけの一般知識通ってる。2番目がこれはですね、一般的にこの歌は失恋の歌と言われてるんですよ。これも違うなと思った。まあ、失恋じゃないっすね、どっちかで言えば。まあ、なんかまあ励ましとかそういう感じなんで違うと。4番の方が、まあ、これはまあ日中のことを表してる話であるっていう感じで。昼間ってこと。ミッドデイってそういうことか。はい、ミッドデイ、ミッドナイトの逆みたいな。そういう感じです。はい、真夜中のミッドナイトね。ワンオブザメンバーインザシンガーグループ、これどういう意味か分かります？シンガーグループのメンバーの一人。だからそうだ、これはあれ、ジョン・レノンのことでしょ、だって。あ、そうです。あ、そういうことか。はい、でこれはなんかインパーソナリティって意味は難しいんですけど、これはあの人の名前を語るって意味があるんですよ。だからまあ名前を語られてる、まあ、ビートルズの方がいる、語ってる YouTuber はジョン・レノンっていうのが最後の問題の答えでした。あ、なるほど。はい、じゃあ問いに行きましょう。はい、問いに行きます。重いわこれ。これ重いわ、大門4つ。では行きます。大門2、よーいスタート。何の曲か分からんけど、むずこれ。でも結構フィルドもわからんねん。それはザクです。これでも結構でもお前一個言うけど、はい、今俺より点高いからな。センテンスもインプレもフィルドもセンテンスは分かる。ビローも分かる。そんなことあります？センテンスは分かるやん。センテンスなんて単語どこにあるって感じます。センテンスだと一番。誰かも読めないんで。はい、もうはい、もうええよ、見とけ。これでも、なんでなんやろな。負けたないんよね。もう、あ、この単語見たことある。でも読めないんすよね。読めへんな、これ。されてまいりました。おっ、いやー、皆さん、はい、ひどいですね。気づいたんやろ。マジで0点は嫌だ、0点は嫌だ、釣りザリンは嫌だみたいな。よっとちゃんと11点です。おお、耐えた、結構高くて。耐えた。そしてマジで何も分からんかったな。花輪さん、はい、10点です。おい、結構ある。ちょっとなんで俺飛ばしたの、なんでこれ点数あるの。逆に知りたいもんだから。そしてデンガーさん、2点です。引くよ、お前。いや、ちょっとそういうことじゃないん、これ。皆さん、じゃあ外してみますか、ちゃんと。ほんまに。まずこれ何の曲ですか。これはあの、あ、ボディシェイプみたいなやつ。シェイプオブユーですね。あ、シェイプオブユー。あ、シェイプオブユー。ペルペンダドビンメンズ。そうです。嬉しいよ。聞いたことないですか。いやいや、あ、あります。それはお前、聞いたことはあるけど、今俺今分かった。お前ジョン・レノンみたいな顔しやがって、お前。じゃあ一つ目、 The ball is falling love in her heart。 はい、これが心に恋をしたかって言ったら、はい、ちゃんと違うと思うんですよね。違いますよ。体だと思うんですよね。そうですね、これシェイプオブユーって、あなたの体って言ってますね、これ。はい、形なんても全然違います。一番バージョンで、2番が The boy is so nervous that he speaks slow って言ってるんですけど、ここはどういう、神経質すぎて彼はゆっくり話しちゃった、まあそういう感じですね。でも違うんですよ、これは Drinking fast and then we talk so って言ってんで、まあ飲みすぎですね、これ言うなれば。あ、酒飲んで、まあ喋るのゆっくりやったっていう感じですよね。それどうやったら分かるんですか。ドリンキングファストってただコーラ一気にした可能性ない。いえ、テーブルドゥイングショットって書いてあるんで。あ、そうざっと構文や。あ、そうざっと気づいた。今それは気づこ、今気づいた、この事実。でも今気づいたやつやろ、点低いんやの俺。そうだね。じゃあこれテンプ誘惑したんやっぱり。そうですね、まあ、一応これどっちが最初に誘惑したかっていうと、まあ女の子の方から話しかけてきてるんで、まあこれは4番が正解という感じでございます。なるほどな。でも話しかけていくだけで誘惑してるって思う、こいつに問題だと思いつつも4に丸つけど、クラブ行ってるんでしょこれ。だってこれ、はい、クラブ。
まあ、僕にだけ話しかけてきたって言ってる、ね、次結構俺でも結構俺ヤバい答え初め書いて、俺もちょっとヤバいこと書こうかと思ったけど、え、これ抜き出しの問題じゃない？抜き出しの問題ですね。でもなんか俺のそのにさ、何でお前って、だから抜き出したとこが正しい、しかも日本語で書いてんの、だから抜き出したとこが正しかったってことですね。正しい感じですよ。まず問題文何言ってんのこれ。だからお前そう、問題文が分からない。問題文が、まあ言っちゃう、これはフィルクリーンパイドーナツはどういう意味かっていうことなんですよ。これだから、え、俺マジで初め書こうとしたのは、だというまあ、医学的にはそんな感じで OK です。一回でやったってことね。これ、あー、そういうことね。そういうことか。エチエチすぎるので書けませんって初めて書こうとしたけど。まあ、それを、まあ、示してる場所を抜き出した単位っていうところ。あー、ってことは、なんか、ベッドインマイルームみたいな。マグネットとかも結構、まあ、結構俺、ここかなと思って、俺、ここかなと思って抜き出してるんやけど。あー、いや、そうか。でも、後半の方がより直接的な描写もあったんで。次の問題は何分ですか？次の問題はまあ7分にしてないですけど、まあ9分ぐらいにしておきますか。終わりました。はい、行きましょう。はい、行きます。よーい、スタート。はい。もう、ちょっと待って、俺、みんなに15点差ぐらい差つけられてる気する。死にたい。もう、無理だよ。俺、もう多分結構きついよ、正直。ここで満点取ればワンチャンあるじゃん。俺、これさ、この曲知ってるけど、そんな歌詞知らんもん。これ、もう、難しいわ。これでもいい問題やな、これ。いや、その分かってるから出すなってこれ分かってるから出すなって、まだ分からんから。残り30秒です。これごめん、これ花も出して俺に。まあ、適当に並べ替えだろ。ムカつくから。ムカつくから。じゃあ、そのだからエヴァが多すぎるっていうところだからどうするか。エヴァ並べだったやん。終了でーす。わあ、できたなーこれは。はい、しかも。まあ、やっぱりさ、お前ら偏ってんだよな、知識が。いやいや。でもまだ数学ばっか固執しやがってよ、お前ら。まだ点数出てませんけどー。まだ点数出てませんけどー。伝えてもらいました。はい、おいーす。レッスン楽しい？いや、楽しいっすね。まず、馬場さん。はい。17.5 点です。おー !25 分の17。すげえ。いやー、満点ならずか。ちょっと悔しいな。はい。で、キムさんが、はい。6点ですね。まあ、ええよ。ようやった方じゃん。ようやった方じゃん。で、レンガーさんが、8点です。おお、負けた。正比べしてんじゃねえよ。まあ解説いきますと、はい、でまず主語わかりますよね。 B B で、まあ、バッド B つながってるんで、バビー、はい、でその後に来るのが A ですね。はい、でその後に来るのがゲッティング、エヴァ、ネバーか、エヴァ、ネバー。まあ基本的に、まあ、否定形って先に来るじゃないですか。否定形の副詞は他の副詞より前、バッド B はネバー、はい、はい、なんで We are never です。はい、はい、でその後に普通の副詞エヴァが来ます。はい、はい、でついでにエヴァが2つきます。はい、なんでなん、これはまああれですね、インですね、歌特有のネバーとエヴァをかけてるの。そうですね、 We are never ever 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 って言ってるんで、それ書いた後にこの曲はあれだってなって、もうその時には時すでに落としてピンポン。俺クソみたいな回答書いちゃった。で、次がこれ多分今回で一番難しい問題なんですけど、2番ですね。 You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me。 これむずいです。あれか、みんなに復縁をするように促してほしいみたいな。いやー、まあイメージなんですけど、これはなんか、あなたが友達に相談して、で私の友達を通して私の耳に入るみたいな。もうそんなんどうしたら分かるの？こうで連鎖になってるってことやろ。あ、そうですね。いや、俺だって俺ちゃんゴミみたいな回答書いてるから。まあね、あなたはあなたの友達や私の友達に話す感じで私にも話すよね。違いますよね。分かるって、こいつどうやってそんな連鎖してる、どうやってそんな連鎖してることが分かんの？ノリノリ。いや、俺これかけてて、要はかけてて、さっきからずっとかけてます。かけてて。これ多分意味的には並列じゃなくて、 You go talk to your friends、 そして your friends talk to my friends、で、マイフレンズトークツーミーなんです。いや、それ、ハイハイか、そのさ、繋がってるかでさ、席の法則かって今回で多分一番難しいんで、クソむずいわ、それ。はい、でも僕、なんとなく、なんか、もう彼女って言ってるんで、多分女の子側がなんか、いや、そう、事件入ったってことは分かって、それでお前さ、4点もらえる回答、え、どうやって、俺そこは分かってたもん。僕が、なんか、好きな女の子から、なんかちょっと事件入った時にどうするかって。
あ、お前だから、メンヘラだからだわ。お前だからだよ。そう。すごいわ、ほんま。俺でも英語のテストで100点までで25点を取ったのは多分いつ以来なんだろうマジいつ以来かなっていうレベルでできひんかったなんで、まあ、電話さんね、ちょっとこれからこの動画出てから1週間、はい、わかりました、はい、英語縛り、じゃあこの動画出るのは来年、再来年